今回の釣り隊は横須賀長井沖のロックフィッシュゲーム。ジグヘッドとソフトルアーを使用したゲーム性の高い釣りで、岩場に潜む高級魚のハタ類を狙います。餌釣りの経験はあるシュクちゃんですが、今回は終始ルアーに専念。果たしてロックフィッシュ攻略なるか、乞うご期待。この番組は釣り具のポイントの提供でお送りします。こんにちは、プロアングラー山口充です。アシスタントの宗田淑です。今日ね、はい、すごくいい雰囲気、はい、今日はね、ここから、ロックフィッシュ、はい、ルアーでね、狙ってもらおうかなと思って、はい、ルアーっていうとね、サイズをできるだけね、大きいのつけて大きいのを狙ったり、うん、また小さいので大きいのを狙ってとかね、いろんなパターンがあるので、ね、色もたくさんありますので、その辺をね、今日勉強しながらやってみたいと思います。はい、今日もマイスター来てくれます。はい、お願いします。おはようございます。釣り具のポイント横浜港南台店フィッシングマイスターの風間です。最近ロックフィッシュ、ね、すごく人気が高くなってき て、 ってお店でどうですか。すごい問い合わせが多い釣り物になっておりまして、すごい皆さん行かれてます ね、 はい、ロッドもね、竿もたくさん、ね、種類出てるんですよね。そうですね。でリールもね、すごくコンパクトにセッティングできるものもあるので、まあ、その辺も今日使いながらやってみたいと思います、はい、ではよろしくお願いいたしま す。お世話になる船宿は丸い丸。大物とのパワーフィッシングから繊細でテクニカルな釣りまで、さまざまなターゲットを狙うことができる仕立て専門の船宿です。午前6時出船。ポイントは港から近い長井沖です。使用する道具がこちら。竿は高宮のボートロックフィッシュ GR3S68MH、 リールはノーブの2000〜3000番台。ジグヘッドとソフトルアーで狙う仕掛けが基本となりますが、状況に応じてブラクリやテンヤなども使用します。港から船を走らせることおよそ10分、ポイントに到着。ロックフィッシュゲームスタートです。さあ、ポイントつきました。はい、つきました。ね、水深、こう深さがね、23〜27メートルぐらい、その間です。はい、で今、一番最初にやることはソフトルアー、ジグヘッドというものを使ってする前に感覚だけちょっと覚えましょう。はい、ということでいつものブラクリのセットを使います。はい、でこれはまあ基本的には餌も使えるしルアーも使えるんだけど、ソフトルアーね、はい、ついた瞬間にもう一回しゃくり上げてゆっくり戻してってあげて、で当たったと思ったらもう巻いちゃっていいです。はい、これは。あ、そうなんですか。はい、ソフトルアーを使った釣りはあまり経験のないシュクちゃん。感覚をつかむためにまずは慣れているブラクリ仕掛けで挑みます。で、ね、僕もねちょっとスタートしていこうと思います。ワインドっていう、ね、ものを使って広範囲に探って動かしながら狙っていきたいと思います。でこのワインドっていうのは底を引いて食わせるんじゃなくて、底より1メーター上を誘ってって食わせる。で今浮いてます、沈んできます、沈んできます、沈んだらもうすぐパンパンって動かしてそーっと、これに反応していきますね。今ね潮止まりなんですよね、ちょうど上げ潮、こっからずっとまた下げ潮に変わっていくんです。その潮の動いた時っていうのが今チャンス。出船直後は潮止まりで魚の活性が低く、なかなか当たりがない状況が続きます。惜しくたファーストヒットはポイントの風間さん。お、高畑やりました。高畑です。結構渋いのでそこの方細かく誘っていくと送ってくれましたね。
風間さんのファーストヒットを皮切りに徐々に調子が上がってきた線虫。餌釣りにヒットしたのは糸笛吹き。本命の赤旗も釣れ始めました。さっきと同じようなサイズですけど細かく誘っていったら食ってくれました。今回使っている竿はポイントオリジナルのボートロックフィッシュ、こちらの S68MH。 こちらですね、相模湾のボートロックフィッシュにはすごい最適なロットとなっております。こちらのロットですね、スイミングからテンヤまで様々な釣りに対応ができる、大型のハタなどにも対応できるパワーがあるロットとなっております。他にも青物だったりの、強い魚にも対応しているので、ぜひおすすめとなっております。ソフトルアーでの誘い方に苦戦中のシクちゃん、そろそろ1匹目が欲しいところです。あ、当たってる。当たってんだよな。よ、あ、出てきた。シクちゃんヒット。負け。根ばかりじゃないのかなこれ、多分。いや、魚はいるんですけど。シクさん、ずっと巻いてみ。これ違うんだ、根がかりじゃねえ、魚だよ。ガンガン巻いて、ガンガン。何が出るかな。潮でね、変な風に流れてる。だからそこだし取りづれん。あ、来た。カサゴだ。やったぜ。ほい、カサゴでした。シクちゃんの本日1匹目は、おなじみのカサゴ。あ、なんかいる。シャガすぐ巻く。あ、かかったかった。おぉ、エソ。エソ。こちらはかまぼこの原料としても使われているエソ。次、ブラクリからこのジグヘッドに変えてやってみます。えい。さっきよりいい感じだよ。そうですね、さっきより、さっきよりね、ちゃんとそこ取れてる。分かってきた。いやー、もうムカつく。なんだろうね、いつもならかかったけどな、これ。いや、来てる。山口プロヒットと思います。どうやら大物がかかったようです。ここは慎重に行きたいところ。でもね、そんなにグイーンってこう引き剥がした感じだったんで。もうすぐだ。やったでかい。よかった。すごい。今ちょっと深場だったんですけどね。まあ、深いからこのルアーの方がこのちょうど寄ってくる、流し方とかですね。それなんで最初はキャストしてこう探ってくるって状態、手前に寄るっていう感じでやってたんですけど、途中からね、すごい場所ですよね。こう変わるんですよね、潮の流れが。一瞬つけてもう1メーター2メーター上げる感じで誘い上げて、スーッと落としてったらゴッって入ったんで、まあ、上にあるものにこれ飛びついてきた感じですね。で、今一番ね、大きいワインドのワームつけてるんですね。やっぱこういうのもアピールにすごく良かったのかなと思います。もうナイスサイズで最高でした。お待たせって感じじゃないの。シクちゃんも続きます。まだ忘れてないか。
いや油断しちゃダメよ。そうなんですよ、ね、ジグヘッドからペン矢に変更した仕掛けにフィットしました。お赤旗お、抜く人ちくちゃんようやく本命をキャッチ。さっき山口さんが大きいのを釣った直後だったんで絶対魚いるなって思って慎重にやってたんですけど、まあ重ための当たりがあったのでしっかり上げてきたらちゃんとついてくれてました。よかった。ああよかった、よかった釣れた。あ今もね本当にこう難しい状況、根掛かりも多い状況だけど、うん、そこうまくねかわしていくと、はい、出ましたよこのサイズが。ちくちゃんも、はい、よかった。か、ね、ちょっとね渋い時間続いて、そうこれからね潮がちょっと効いてくるんで、はい、一番いい時間入ってくるんで、はい、まだねチャンスあると思います。そうですね、またやりましょう、はいはい、山口プロが釣り上げた赤旗は35センチのビッグサイズ。大きいサイズのソフトルアーを使うと大物がヒットする確率も上がります。この調子で後半戦も頑張っていきましょう。今回の釣りたいは横須賀長井沖のロックフィッシュゲーム。ジグヘッドとソフトルアーを使用して岩場に潜む高級魚のハタ類を狙っています。当たるけどちょっとね一発でかいのと思って結構太めとか大きめつけてるんですけどね、多分潮がこうもうちょっと行くと食い込み良くなってくるんだろうけど、今もうベタベタ。この日のコンディションは風も弱くベタなぎ、その影響もあって釣果はポツポツといったところ。しばらく辛抱する時間が続きます。わあ、急に来た。ちくちゃんヒット。なんだろう、なんだろう、あ、やばい、外れた。外れてない。いや、いる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 。イエーイ、よいしょ、よかった、釣れた。魚の誘い方にもすっかり慣れてきたしくちゃん、順調に釣果を重ねています。前半に35センチの赤旗を釣り上げた山口プロ、引き続きワインド調法で大物を狙っています。当たったね。赤金がいいんだな。来た、山口プロヒット。よっしゃ、なかなかの引き。結構今もう完璧に、あ、赤旗だ。はい、すいません、ありがとうございます。おー、はい、こちらも両型。やっぱりこう誘い上げて沈んでいくときもうガンヒットしました。もう分かりやすかったですね今のはね。よかった。お、当たってる、当たった。おっしゃ、いった。ちくちゃん再びヒット。ちょっと待って、じゃあ外さっきから。よいしょ、やった。小さな当たりみたいなのがちょこちょこあって、で食ってくれ食ってくれって思って粘ってたらガッと来たんで、やっとです。2人連続で本命の赤旗を釣り上げたところでタイムアップ。起き上がり直前、見事にやってくれました。今日はなかなか渋い中でしたけれど、両方も出て結構顔も見れたので満足です。
ちょっとなかなか難しい状況ではあったんですけど、まあ、そんな中でね、何匹か旗釣れてよかったです。やっぱこの塩とね、ルアーのバランスを見つけるのにかなりちょっと苦労したんですけど、やっぱそれを見つけて、セッティングが決まった時のね、一本もう最高ですね。硬いのね、釣れましたしね、まあ、これね、また状況いい時やってみたいと思います。ルアーのみで挑んだ今回の釣行、渋い状況が続く時間もありましたが、無事に本命の赤旗をキャッチすることができました。旗類の生息域が広がり、相模湾でも人気が高まっているロックフィッシュゲーム、ぜひ挑戦してみてください。釣り具のポイントインフォメーション。このコーナーでは釣り具のポイントから身寄りな釣り情報をお届けします。こんにちは、ポイント横浜港南台店の鈴木です。今回ご紹介する商品はこちら、リールのメンテナンスオイルスプレーです。こちらのオイルスプレーはリールの潤滑性、防性、耐食性、耐摩耗性がさらにアップいたしました。少し水に濡れた状態でも、吹きかけていただくと効果を発揮いたします。ぜひお試しください。釣り具のポイントのスマートフォンアプリでは、会員カードの表示だけではなく、溜まっているポイントや購入履歴も確認することができます。ぜひご利用ください。釣りを終えた2人がやってきたのは、昨年も番組で訪れた三崎港蔵。三浦半島で収穫された野菜や地場産の魚介類など、旬の食材にこだわった和食が味わえるお店です。さあ、はい、もうこんな素敵な、今日ね、僕ね、こう蔵さんに来るってことで、もうご飯控えてた。わあ、待望の、ね。もう前回も美味しいね、お料理いただいて。そうですね、前回お寿司いただきましたけど、うん、今日は丼ですね。今日ですね、マグロ三昧丼と言いましてですね、上から、2切れ中トロの炙りで、下の3切れが赤身の漬け、最後左の上がネギトロの炙りになります。わ、ネギトロの炙りですよ、うん、なかなかね、はい、ネギトロの炙りってね、そうですね、あんまり他ではやらない、ありそうでない、はい、今日はね、たくさん食べていこうと思います。はい、はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。ちくさん、どれから食べますか？ね、3種類どれも魅力的ですけど、炙りネギトロ珍しいんで、ちょっと最初に行ってみようかな。はい、炙りネギトロいただきます。んー、油がすごい。なんかこれ多分普通に食べても油すごいと思うんですけど、うんうん、炙ってあることによってさらに甘みが引き立つというか、うん、口の中で広がる、美味しい。この漬け、漬けも基本。いただきます、うん、やっぱりね、ちゃんと味が染み込んでるから、いや、美味しい美味しい、うん、マグロを知り尽くしてるからね、最高ですよ。じゃあ続いて中トロの炙りですね、うん、いただきます。うん、いや、中トロも美味しい。いや、この脂甘すぎますね、最高に美味しい。しかもなんか割と厚切りに切ってくれてるおかげで、しっかり噛み応えもあるし大満足。そうね、うん、だからその油もね、こう炙ってこう引き立てるような感じになってるよね。そうですね、3種類ね、違った美味しさがあって楽しめますね。やっぱり三崎ですから、うん、さすが、最高ですよ、うん、どう？わー、赤旗綺麗になって、いや、綺麗だよね。もう赤旗自体がさ、うん、すごく赤くて、うん、島もあって、うん、尻尾なんか綺麗でしょ、オレンジっぽくて、ね、うん、それがこんな綺麗な料理に変身しちゃうんだから、はい、ぜひ食べましょう。どうぞ。うーん、あ、皮美味しいですね。皮美味しいでしょ、うん、
炙ってあって香ばしさもあって、だからね、あのお子様たちがいや皮苦手でしたら食べなさいって言うんです、うん、ぜひこれ食べてほしい特に赤い魚はね、あの本当に皮と身の間に美味しさが入ってる魚が多いから、うんうんうん、あのぜひねこういう形にして出してあげると子供結構好きになるんじゃないかな。間違いないですね、うん、じゃあ次はお刺身いただきます。うん、いやまたねさっきの皮目炙ったやつとは違って、うんうんうん、いや赤綿美味しいですね。美味しいですよ。いやこれ山口さん釣ってくれたやつです。本当にありがとうございます。こんな美味しいお魚をいつも助かってますこちらこそ本当に今日はでもね本当良かったねこれ。良かったです。いい方でしたもんねこれね。そう、山口さんもぜひ食べてください。トークのしようがないぐらい美味しい本当に皮美味しいね。美味しい。あの香ばしさがすごくいいね、はい、うん、やっぱね身とあのバランスがいいですよやっぱり、ね、うん、いやでも釣れてよかったですね。そう、うん、だって釣れなかったらね、これに出会えてない、はい、まあ、美味しい料理はあるにせよ、はい、この魚ねなかなかね売ってないからね、はい、レアですね。レアですよ、もう最高な一匹でした。さあ、はい、美味しい本当に料理いただきまして、うん、はい、至福の時でございます、はい、どうでしたか今日は。はい、やっぱ最初の方ね、やっぱ流れもちょっと悪くて、もう私自身もちょっとコツ掴むのにちょっと時間かかったんですけど、まあ、その分1匹目釣れた時嬉しかったですねそうやな、うん、でポツポツと釣れてくれたので良かったです、うん、よかった。でもまだまだね、次あのハタの類っていうのはこれからやっぱり地球の温暖化もあってこっちの方でねすごく魚が活性化してきたので、はい、あの逆に言ったら船屋さんもチャンス、漁師さんたちもチャンスで今この根魚をどんどん PR してるんで、うん、今度また大きいの釣ってみましょう。はい、またやりたいです、ね、はい、それではまた次回お会いしましょう。釣りたい。この番組は釣り具のポイントの提供でお送りしました。